最近中国で出した本のテーマになった人生はそんなに悪くないっていうのが、名前は慶吾と言います。仕事は印刷関係の仕事をしています。仕事以外は家でイラストを描いて投稿していると、6年間コツコツと描き続けてます。1日 2,3 点は描くペースでやってまして、3,000 点以上は多分描いてると思います。今日現在だと今フォロワー数17万超えてます。できれば人間をテーマにした作品を多く描きたいんですけど、逆に動物ってすごい描きやすいんですね。特徴がありすぎて、キリンとかワニとか。キリンは顔を描かなくてもいいっていうのがメリットなので好きなんです。首だけで説明がつくので、ほとんど最初に描いてたキリンは顔出てないです。台湾の時は地震があったっていうのはまあニュースで知ってたんですけど、頑張れって言葉をまあ伝わるように動画として投稿したんですけど、すごい反応で初めて2000件ぐらいコメントが来たんですけど、そのスピード感ですかね、やっぱり SNS のメリットと言いますかね。物語は1枚の絵の中にパッと見て、まあなんとなく自分の中では2秒前と2秒後がこうイメージできるような1枚の絵を作ろうという感じなんですけど、食パンにしろテレビにしろなんとなくもう顔描いちゃうんですね、昔から。そのものが持ってる特性を、まあ、人間に置き換えると伝わりやすいかなって思うんですけど、無症状な顔の時間の方が多いと思うんですけど、僕自身もあんまり思いっきり笑うことはあんまりないんですけど、絵の中でやっぱり感情をちょっと抑えた方が、なんかイラストの中の空気感がこう止まって見えるというか、空虚感と言いますかね。一番最初に描いた頃のリンゴだと思うんですけど、だいたい種がこの辺ついてるんで、まあ花の位置的にも置き換えれるかな。あんまり考えず描いてます。特に嫁さんネタはありますね、やっぱり。嫁さん怖い人なんで、僕逆らえないので、奥さんの方がプーマの T シャツ着てて、隣にいる夫の T シャツがそれに追いかけられて逃げてる。これが一番自分の中では好きな。人生は作られたものじゃないとこ歩むのがいいんじゃないかなとか、そういうメッセージ性があればいいかっていう感じで。少し音楽は趣味にはなると思います。特に影響を受けたのが坂本龍一さんの、分かりやすい音楽よりかは永遠になんか謎が解けないようなものが飽きさせないと言いますかね。この絵は逆に分かりやすさを追求してますね。自分の発想力を絵として提示したいわけなので、どうすればシンプルに分かりやすくできるかっていうのは自分の挑戦だったの。なんか仕事で嫌なことあっても、まあ長い目で見たら大したことないだろうって感じで思ってるので、まあイラストもいろいろ場面的には不幸な場面とか悲しい場面があるんですけど、まあ、そこにちょっと笑いを付け足すことによって、そんなに人生嫌なことあっても後から見たら大したことないんじゃないかなみたいなことを、まあトータルで見たらテーマにした作品にはなってると思います。最高ですね、やっぱり、今の人生は。なんか自分には非日常的なことがいろいろ起きてすごく楽しいし、本当に今幸せと言いますか、それなかなか味わえないですね、これ。